ご視聴ありがとうございます。今回は、コナミの、並ならぬ熱意で制作された、MSX 版の、グラディウスシリーズの世界を、ご紹介させていただきます。コナミ、右作も、MSX 版の、グラディウスの世界？そう、このグラディウスシリーズは、大ヒットした、アーケード版の作品よりも、緻密な、世界観の設定が用意されているんだ。ほう。MSX 版の、グラディウスシリーズとしては、4つの作品が、リリースされていて。4つの作品？そう、発売順に、このシリーズの作品をご紹介すると。1986年に、初代、グラディウスが、登場し。翌年の、87年には、続編の、グラディウス2と、サラマンダーが発売され。そして、2年後の、89年には、アーケードの移植作品である、ゴーファーの野望がリリースされるんだ。ということは、MSX 版と、アーケード版のグラディウスシリーズは、別の世界の作品ってことなの？そうだね。でも、2004年にリリースされた、本編、最後の作品である、グラディウス5では、このアーケード版の作品と、MSX 版の世界観が、繋がっていくことになるんだ。MSX のグラディウスの、世界を知ることで、グラディウス5も、もっと深く楽しむことができるということですね。そうだね。そして、このシリーズの世界観を、より、進化させたのが、この MX のオリジナル作品である、グラディウス2なんだ。ということは、初代、グラディウスの頃は、そんなにストーリーが練られていなかったの？そうなんだ。ここで、グラディウスが発売された当時の、物語を、少しご紹介させていただくと。母なる美しき惑星、グラディウスは、亜時空星団、バクテリアンにより、激しい攻勢にさらされ、絶滅の危機に立たされていた。そして、この惑星グラディウスを守るため、超時空戦闘機、ビッグバイパーが、今、暗黒の宇宙に飛び立ったのだ。しかし、そこには、壮大なる異次元空間と、バクテリアンの、総攻撃が、ビッグバイパーを待ち受けていた。エネルギーカプセルを集め、パワーアップだ。惑星グラディウスを、救えるのは、君しかいない。君の勇気と、集中力で、さあ、発進せよ。というものなんだ。最初の作品は、惑星グラディウスを、バクテリアンから、救うという、シンプルなストーリーだったんですね。そして、続編の作品では、MSX 独自の、グラディウスの世界が作り出されることになるんだ。さらに、このグラディウス2では、コナミの開発陣が、数々の新しい試みにも、挑戦しているんだ。新しい、試み？そう、その中でも、代表的なものが、3つあるんだ。3つ？そう、それが、サウンドと、グラフィック、そして、ストーリーなんだ。サウンドと、グラフィックと、ストーリー？そう、1つ目の、サウンドについては、コナミのスタッフは、この作品のために、アーケードゲームに匹敵する、音響効果を実現するため、新たに、SCC という、音源チップを開発しているんだ。新しい、音源チップ？そう、このチップの登場により、従来の PSG 音源をはるかに、超える、美しいサウンドを、作り出すことに成功しているんだ。サウンドクリエイターの、古川元明さんが制作した、この作品の BGM は、名曲揃いですからね。そして、2つ目の、グラフィックについても、この作品では、描写力の劣る、MSX1 のソフトでありながら、MSX2 のような、美しい背景や、デモグラフィックが、ユーザーから注目されることになるんだ。そして、3つ目の、ストーリーについては、このゲームでは、物語性を重視した、ゲーム制作を、試みていて、そのため、ゲームの世界の奥行きや、期待感がぐんとアップした作品に、仕上げられているんだ。このタイトルの、ストーリーに沿った、デモンストレーションも圧巻でしたからね。そう、MSX 版の、グラディウスシリーズでは、コナミのスタッフが、アーケードと、MSX との、ハードの性能の差を、新しい音源や、美しいグラフィック、そして、ストーリー性を盛り込むことで、クオリティの高い作品に、仕上げることに成功しているんだ。性能面で劣るハードで、続編を出すという高いハードルを、見事に、乗り越えてみせた恒例として、今なお参考にできる、名作ですよね。ということで、ここからは、グラディウス2から、生み出された、MSX 版の初代、グラディウスの物語を紹介させていただきます。惑星グラディウス、それは、太陽系から遥か彼方の、遠い宇宙に存在する、惑星である。この惑星の地軸は、太陽に対し、ほぼ水平を維持しており、そのため、この星の北半球は、一年中、太陽の恩恵を受け、一方の、南半球は、常に、闇に閉ざされていたのである。この星を母星とする、グラディウス帝国は、人口が、約20億人、そして、惑星の周囲には、7つの、ネオスペースプラントと呼ばれる、植民星を、保有していたのである。この帝国の主要な機能は、当然、北半球に集中しており、一方の、闇に閉ざされた、南半球は、その気候の影響から、未開拓地として残されていた。だが、
この惑星の南側には、リーク人と呼ばれる、少数民族が生活していたのだ。この人々は、惑星の南に住む、唯一の種族であり、彼らの生活形態は、原始的ではあったのだが、他の民族と一線を画す、サイコパワーという、未知のエネルギーを、保有していたのである。このエネルギーは、リークパワーとも呼ばれ、あらゆる動力や、生体エネルギー源として、利用することも可能であることが、知られていたのである。しかし、リーク人が保有する、この強靭なパワーは、強力な、マグネティックイオンという物質を、その体内に保有することで、維持されており。それゆえに、自然界に存在する、宇宙船に対し、非常に弱いという、体質を持っていたのだ。そのため、この民族は、太陽光の届かない、この惑星の、南半球に住まざるを得なかったのである。しかし、この星に同居する、グラディウス政府は、この原始的な彼ら、リーク人の存在を、憂い。そして、民族としての認知を拒否していたのだ。そんな、グラディウス歴6644年、謎の軍隊が、グラディウス帝国に侵攻してきたのだ。それは、この惑星を、侵略しようと企んでいた、バクテリアンの襲撃であった。そう、後に、第一次プラネット王、別名、北十字戦と呼ばれる、大戦が始まったのである。このグラディウスと、バクテリアンとの戦いは、激戦の末、ようやく終結することができたが、その戦争の傷跡は、この惑星に、多大な被害をもたらしたのである。それは、惑星全体の 65% にも及び、帝国都市のある北半球を中心に、少数民族の住む南側にまで及んでしまったのだ。そのため、多くのリーク人も被害に遭うことになり、生き残ったこの民族の数は、わずか数十名になってしまったのだ。しかし、復興に手間取る帝国政府の援助が、この少数民族に及ぶことはなく、生き残ったわずかな人口も、その後、さらに数を減らしていくことに。そのため、この民族から、帝国に対する不信と、憎悪が、急速に増大していったのである。生き残ったリーク人の中でも、最も帝国に対し、強い憎悪を抱いていたのが、この民族のリーダー的な存在であり、科学者の、ブエノムであった。そして、わずかなリーク人の生き残りの中に、若き、ジェームス・バートンもいたのだ。彼は、後に、ビッグバイパーのパイロットとして、数々の戦役を乗り越え、英雄となり。やがて、この帝国の皇帝、ラーズ18世として、即位することになるとは、誰が予見したであろう。だが、この頃の彼は、まだ3歳の幼子であり、北十字戦で、両親を、失った孤児であったのだ。そんな、1年後の、グラディウス歴、6645年。グラディウス帝国が、リーク人に関心を寄せる、出来事が起こるのだ。それは、リークパワーの研究に着手していた、宇宙科学庁により、そのパワーの分析と、利用価値に関する報告書が、政府へ提出されたからである。その研究結果とは、あのリークパワーが、科学技術の発展において、大きく貢献することができるという、見解だったのだ。この報告に基づき、グラディウス政府は、リーク人の認知を正式に、認めることとなり、この少数民族の保護政策を、早急に打ち出したのである。しかし、帝国に対し、不信感を抱く、この民族は、この保護政策に反発し、間もなく、多くのリーク人が、この惑星を去っていったのだ。そして、2年後の、グラディウス歴6647年。この帝国の、指導者である、第16代皇帝が、逝去してしまうのだ。その後継者として、この国のリーダーとなったのが、皇帝、ラース17世である。そう、この指導者の登場が、このグラディウスの科学技術を、大きく発展させ、そして、後に、この帝国の歴史に刻まれる、いわゆる、サイレントナイトメア事件の、発端も生み出してしまうことになるのだ。皇帝の就任と、時を同じくして、惑星グラディウスでは、この帝国の繁栄に大きな影響を、及ぼしかねない、大きな異変も起こっていた。それは、この星を照らし続けてきた、太陽の異常である。そう、この恒星の黒点が消滅し、中心部の温度が、異常上昇を始めたのである。そのため、この惑星の地表の温度は、徐々に上昇し、気候にも変化の兆しが見え始めたのだ。この太陽の異常は、帝国のエネルギー問題に、大きな影響を及ぼすことになり。なぜなら、このグラディウスの、全エネルギー源は、すべてこの太陽光線によって、生み出されていたからである。そう、まさに、帝国の繁栄の源となる、エネルギーの枯渇問題という、重大な出来事が起きてしまったのだ。そこで、ラーズ17世は、このエネルギーに代わる、新しい資源の確保として、あのリークパワーを応用した、新技術の確立を推進したのである。そのためには、リーク人の全面的な協力が、必要となり、帝国政府が、この民族の探索や、保護政策を急いだのも、実は、このエネルギー問題の解決が、背景にあったのだ。そして、このグラディウスにわずかに残った、リーク人の中から、このエネルギー問題の解決に、協力しようとする、
人物も現れるのだ。それが、リークパワー研究に参加していた、ジェイムス・バートンや、科学者の、ブエノムたちである。こうして、少数民族の協力のもと、リークパワーを応用した、新技術の研究が始まったのである。そして、6年後の、グラディウス暦6653年、ついに、リークパワーによる、エネルギー生成システムが、完成したのである。同時に、ラーズ皇帝は、バクテリアンの侵攻に備え、防衛システムの強化も、密かに進めていた。そして、この新エネルギーを採用した、初めての、超時空戦闘機、ビッグバイパーが完成したのである。こうして、ラーズ皇帝の、提案により、グラディウスは、新たなエネルギーの確保に、成功し、さらに、防衛システムも整えられていったのだ。そんな、皇帝就任から、11年後の、グラディウス暦6658年、この帝国は、再び、バクテリアンからの、襲撃を受けることになるのだ。後に、第二次プラネット王、または、闇の女神戦と言われる、大戦が勃発したのである。そして、この戦争には、最新兵器の、超時空戦闘機、ビッグバイパーが、実戦投入され。さらに、バクテリアンを迎え撃つ、グラディウス軍には、あのリーク人パイロットである、ジェイムス・バートンの姿もあったのだ。こうして、グラディウス帝国と、バクテリアンによる、惑星グラディウスを、巡る戦いが、今、始まろうとしている。そう、この大戦こそが、初代、グラディウスの戦いなんだ。グラディウス2の設定から、初代の物語も、随分、奥深い世界に変わりましたね。そうだね、それに、この惑星に住む、少数民族である、リーク人が、重要な存在として登場してくるんだ。この少数民族は、特殊な能力を持った種族であり、惑星グラディウスの、エネルギー問題を解決し、さらに、バクテリアンに対抗できる、戦闘機の開発にも貢献していたんですね。しかも、パイロットが、リーク人である、ジェームス・バートンなんだね。そう、でも、この民族と、グラディウス帝国との関係が、その後のシリーズで、大きな戦乱を、生むことにもなってしまうんだ。そういえば、グラディウス帝国と、バクテリアンとの、対戦は、2回もあったんですね。そうだね、1回目の戦いが、グラディウス暦、6644年に起こった、第一次、プラネット王と呼ばれる大戦なんだ。そして、その14年後の、6658年に、勃発したのが、第二次、プラネット王であり、これが、初代、グラディウスの戦いなんだ。それじゃあ、1回目の、バクテリアンとの戦いについては？この別名、北十字戦記については、その後、リリースされる、ゴーファーの野望で、大きく関わってくることになるんだ。おお、ゴーファーの野望でですか。そう、それに、帝国で、エネルギー開発に携わっていた、リーク人の科学者の、ブエノムも、この作品の続編、グラディウス2で、重要なキャラクターとして、登場することになるんだ。確か、グラディウス5にも出演していましたよね。そうだね、5で、ブエノムの再登場を、喜ぶユーザーは、相当なグラディウス2だね。実は、この MSX 版のグラディウスシリーズでは、このリーク人が、重要なキーワードとなって、物語が展開されていくことになるんだ。このシリーズは、大帝国の、グラディウスと、バクテリアンとの争い、そして、その対立の中に、少数民族の、悲哀が入り混じる、ストーリーなんですね。そうだね、この頃、盛り上がっていた、映画、スターウォーズの世界観を、思い描いていただけると、イメージしやすいかもしれないね。リークパワーが、スターウォーズでいう、フォースみたいなもので。エースパイロットの、ジェームス・バートンが、主人公の、スカイウォーカー。そして、科学者、ブエノムが、ダース・ベイダー。という立ち位置で、イメージしていただけると、わかりやすいかもしれないね。そして、ここから、この物語は、グラディウス2の世界へ突入することになります。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。